ということで暗くなってますよね。モンゴルの選手に指導が与えられました。ポイントの上では古賀リードです。しかし古賀の本来の技のキレはどうか。一本強い、決まった、決まりました。はい、なんか全寮制の柔道の私塾行動学者、この道場には全国から柔道の道を極めようとする中学生高校生が集まっています。実はですね、この歩いてて感じたんですけど、畳がですね非常に柔らかい、それだけ練習してるんでしょうか。実は今日はですね、この道場から育った2人の金メダリストの物語です。まず1人はですね、2段目にありましたね、古賀稔彦さん、そしてもう一人はですね、3段目にありますね、吉田秀彦さん。実はですね、吉田さんはですね、古賀さんの2年後輩だそうです。2人はこの道場で練習し、共に同じ釜の飯を食い、まさに兄弟みたいな関係でした。今から6年前バルセロナオリンピック、二人はですね、本当に信じられない、本当に信じられない劇的な、ドラマを生みました。早速ご覧ください。下がるのはモリス。それは皮肉な金メダルだった。引き手も取りました吉田。内股決まった、一本だ。吉田やりました。ついに日本悲願の金メダルです。その男は表彰台の上で、涙も微笑みも見せない吉田秀彦。自分が金メダル取った時一番つらかったんですよ。古賀先輩取れるかなと思っちゃって、次の日だったじゃないですか。吉田との練習で彼が膝を痛めたのは11日前のことだった。全治3ヶ月、誰もが彼の勝利を諦めていた古賀稔彦。俺は絶対に優勝できるっていう自信はもうその怪我をした時点から持ってましたね。そして吉田が祈るように見つめるその前で奇跡は起こった。必殺の背負い投げ、古賀稔彦はまさに平成の三四郎であった。残された栄光はただ一つ、オリンピックの金メダル。だが古賀の技を完全に封じております。この右からの投げになかなか入りません。背負いに入れない、背負いに入れません。残りはなくなった1秒、なくなった。金メダル確実と言われながらまさかの敗北。
古賀稔彦、初めての挫折。そしてオリンピックに忘れ物を残した。古賀がふるさと佐賀県を一人離れ行動学者に入ったのは13歳の時。柔道漬けの日々。高校生となる頃にはすでに豪快な一本背負いとともにその名は日本柔道界に知れ渡っていた。そしてこの頃、常に古賀の練習台、投げられ役をしていたのが2歳年下の吉田秀彦であった。雲の上の存在の人だったんで、試合に行くときはいつも僕は付き人で身の回りの世話をするためについてたんですよ。ああいうすごい技をこう受けてたんで、他の選手の技を受けてもね、やっぱ飛ばなくなったりっていう、そういういい方に僕は向いてたと思いますよね。1階級上の大柄な吉田に世界を想定していた古賀。そして古賀の背負い投げを受けることで世界の力を身につけた吉田。投げ役と投げられ役、その2人が同時に代表に選ばれたのが1992年のバルセロナオリンピックであった。しかし吉田はあくまでもダークホース。古賀は日本選手団の主将にも選ばれ日本中の期待を背負っていた。大会前7月19日バルセロナの選手村に入る。2人で一部屋。古賀の同室は気心の知れ合った吉田であった。練習は翌日から始まった。普通代表選手同士は稽古をしない。だがこの時古賀は練習相手に吉田を指名した。意識の高い選手とやった方が緊迫感ありますけど、お互いに緊張して十分に気合を入れてやれてますから、怪我っていうのは少ないんですね。で、まあ吉田選手とは普段の練習でもやってましたから。怪我をしないために吉田と組んだ古賀。いつもの相手といつものように白熱した稽古。ただ一つ違ったのは稽古場。畳の代わりに敷かれていたのはマットであった。最初大外刈りっていう技に入ったんですよ。そこから変化して背負い投げに入ったんですけども、ちょうど変化した時に自分の左足がちょうど下がそういうマットみたいなところですから滑りやすいんですね。ボギって言ったんですよ。やばいとやっぱ思ってですね。古賀の悲鳴に練習場にいたもの全てが凍りついた。金メダルに最も近いと言われた男である。そのメダルが遠のいていく。立つこともできない古賀。そして吉田はやっぱ兄貴みたいなもんじゃないですか。やっぱその本人を怪我させてしまったということで、非常に今まで柔道をしてて人を怪我させたことやっぱいっぱいありますよね。でもその中で一番こう自分でどうしたらいいのか分からなくなりましたからね。人を怪我させて自分が練習できなくなったのはやっぱ初めてですからね。翌日古賀は記者会見を行っている。怪我も思っていたほど悪くなく、コーチと話し合いながらやっていきます。現実は違った。普通の人間だったらもう歩けない状態ですから、ましてその柔道をやる人間が軸足を怪我したという部分であれば、これはもう到底試合できる状態じゃないと思うんですよね。左膝靭帯損傷、全治3ヶ月。試合は10日後だった。ずっとネタはままだったんで、これで本当試合できるのかなっていうね。でやっぱ痛みがありますよね。それがどこまで落ちてるのかなっていう、そういう毎日毎日心配になってました。7月24日、
古賀は一度練習場に姿を現している。しかし組んだだけで激痛がつま先から走る。この日から古賀の姿はマスコミの前からも練習場からも消えた。試合まであと6日、オリンピックは待ってはくれない。この番組はクオリティオブライフの向上を目指す帝人とご覧のスポンサーの提供でお送りします。練習場に姿を現さなくなった古賀のしていたこと、それはひたすら漫画を読み寝ることであった。彼の方からそのうち事態を申し出る。誰もがそう思っていた。それの二の前だけはさせたくないという分、怪我したから負けたんだというのは言い訳にならないという。出たからにはやっぱり勝たなきゃいけないし、負けた場合にはいろんな非難を浴びるんだという部分で、それじゃまたかわいそうじゃないかと。だが古賀は事態どころか怪我によってさらに自信を深めていた。あのソウルの敗北、あの時古賀は国を背負っていた。だが今は違う。俺は俺のために勝つ。だからこれで金メダル取れると思うってはっきり言いましたからね。お前も取れよと。最も辛かったのは減量であった。71キロ級に出場する古賀、バルセロナ入りした時の体重は75キロ。11日間で4キロ減量しなければならない。普段のように稽古で汗を流しての減量なら何の苦にもならない。だが今はその稽古ができない。残された方法は食事制限だけ。長く持つようにと凍らせた健康食品をちびちび噛む。それが毎日の食事であった。そんな古賀の苦しみを知っていたのは同室の吉田だけだった。7月26日、吉田はあることをコーチに申し出た。休みたいという吉田が言った時に、で私は練習行ってて、そしたらその選手村帰ったらいないわけですよ、2人が。誘ったのは吉田だった。たまにはだからずっと寝たきりだったんで、だ外に出て歩けないじゃないですか。で海の中だと、水の中だと自分の体やっぱ軽くなるでしょ。だから海の中だったら大丈夫じゃないですかということで、で自転車借りてきてですね、で僕は運転乗して向かったのはオリンピック村の中にあるプライベートビーチ。おトップレスだよとかそういうくだらない話しかしてないですよ。それだけで十分だった。そして吉田は変わった。休んで、それからの秀彦の調子の上がり具合というのは素晴らしかったですよね。まず自分が勝つこと。吉田は吹っ切れた。一方古賀の膝の状況は一向に良くならなかった。焦りの中でただ時間だけが過ぎていく。7月27日、柔道競技開幕。だが吉田の目の前で金メダル候補と期待された男たちが次々と敗れていく。古賀さんを怪我さし日本チームのムードに水を差したのは自分ではないのか。吉田は沈んでいく。そして7月30日、78キロ級吉田が爆発する。さあ内股、一本勝ちです。大外刈りです。そして決勝、前に出ているのは吉田、下がるのはモリス。さあ引き手も取ったようです。引き手も取りました。吉田内股決まった、一本だ。吉田やりました。ついに日本悲願の金メダルです。大会4日目にしてやっと金メダルをもたらしたヒーロー。だがこの時吉田は歓喜の涙も微笑みも見せず、
こんなコメントだけを残している。古賀さんが優勝するまでこのメダルは半分です。その日部屋に吉田が戻ってきたのは深夜だった。先に声をかけたのは古賀の方だったという。まあ、起きておめでとうって言ったんですけど、でも彼の表情的には全く喜んでなくて、逆にもう暗い表情してるんですよ。そして突然吉田は思い詰めたように古賀に近づいた。自分の痛めてる膝に手をこう当てて、古賀先輩明日必ずもう絶対に優勝してくださいってことを一言僕は言われたんですね。ただ自分のためだけに勝つ、そう思っていた古賀の心が変わったのはこの瞬間だった。彼に本当の優勝の喜びを味わわせるには俺が優勝しなきゃいけないんだと。でこいつのためにも絶対俺は金メダル取ってやるんだっていう気持ちになれましたから。試合は翌日、左膝の激痛はまだ続いていた。今まで足は冷やしてる状態ばっかりだったんで、少しこう曲げたり動かしてみようかなと思ってやったんですけど、指先が全く感覚がなくて反応してくれないっていうのがその時に分かったんですね。どうせ動かないなら痛みのない方がいい、勝つための悲壮な決意、それが左足の麻酔であった。試合まであとわずか、麻酔を打ち控え室に入る。もちろん付き人は吉田である。麻酔が効き出すのは30分後のはずだった。5分ぐらい経ったらスッと立ち上がって普通に走ってるわけですよ。ドクターもびっくりして、いやまだ麻酔が効いてないはずですけどと言うわけですよね。それが古賀の執念だった。足を引きずることなく登場する。だが事実はただ感覚が麻痺していただけだった。本当あの時神に祈りましたよ僕は。どうしても取らせてあげてくださいと。でそこまでの過程も全部しましたんで。優勝まで5試合、傷ついた肉体とは裏腹に古賀の頭脳は冷めていた。巴投げだ、一本勝ち。巴投げに行きました。背負い投げではありませんでした。膝の痛みなどないような見事な一本勝ちであった。痛みはあると思うんですけど、試合を見てこうあんだけ動けるっていうのを見てすごい安心した部分もすごいあったんです。で帰ってきた時に、俊彦なんでお前一本で書けなかったんだって言ったら、いや先生私大事な時まではその膝を守りたいと、で違う技で勝てる時には違う技